鼻がお茶の水博士になるみたいな感じの感じで、こうやってでもフラッシュで生成してくれるんで、他のパソコンに出力したりしてもできるし、人の誕生日になんかその人の写真を送ってあげたりだとか、そういう中に組み込めたりするので、とても便利なんで、ぜひ活用していただければと思います。うん、あとはなんかちょっと自分がこれから変わるぞと大人な男になってやるとみたいなこともやっぱあるじゃない。